はじめは単に彼女を一人にするのは危ないと思ってボディーガードとして雇うことで同行させた。ただ彼女は思ったよりも鋭くて、僕の嘘なんて彼女には見抜かれているんじゃないだろうか。そんなこと初めて言われたな。レジナちゃんと一緒にいると怖いぐらい見透かされてる気分になるよ。あなたが分かりやすいだけじゃない？彼女と一緒にいるとどうも調子が狂う。なのに不思議とそれが嫌じゃないんだ。それって誰かさんと同じじゃないですか？まさか。ありえない。いやいやいや、それは。悪い、僕説明が苦手だから。